こんにちは、木下優香です。今日はね、じゃん、皆さんクッキーバターというものを知っていますか？何なんだろうね、クッキーバターってなんか多分ですよ、私も食べてないからわからないんですけど、バターにクッキーが練り込んであるんだと思います。で、今日はね、これを2つ買ったんですよ。トレーダージョーズっていうところのクッキーバター、スペキュロスのクッキースプレッド。で、こちらの2つをね、食パン3斤を使って食べきりたいと思います。はい、久しぶりの登場です。オーブントースターですね。今は焼いた方が美味しいので、こちらで焼いて食べたいと思います。これは4枚焼けるんですよ。暇です。今めっちゃ可愛くないですか？多分外国で有名なデパートなんですよ。そこのやつをアマゾンで買いました。はい、4枚焼きました。ちょっとね、味見してみます。こういうの好きなんですよね。美味しい。ちっちゃいクッキーの粒みたいのが入ってますね。まあ、バターにクッキーが練り込まれとるって感じですね。あのクッキーの味に似てるんですよ。あれです、あれ、あれに似てるなって私は思いました。美味しい。塗ってみます。パンがね、18枚あるんでね、ちょっと調節しながら、最後なくなったら悲しいですからね。美味しそうです。いただきます。うん、いいですね。最高。パンがクッキーの風味になります。中はね、こんな感じになってます。茶色いクリームですね。甘くてとっても美味しいです。クッキーが練り込んであるけ、相当重たいかなと思ったけど、そんなでもないかな。滑らかだし、クリームもそういうのがね、たっぷりつけられて幸せですよね。全部使い切りました。じゃん、たっぷりです。一瓶で1日で使えるっていうのがね、いいですよね。子供の頃はね、ジャムとかね、バターとか使いすぎたら怒られちゃいますからね。幸せです。こんなに分厚く塗れるんですよ。最高ですね。美味しかったです。なんか香ばしくって、私きな粉のパンに塗るクリームで食べたことあるんですけど、ちょっとあれと似てたかなと思いました。なんか食感がクッキーの粒がなんかもう砂粒ぐらいのちっちゃい粒なんですけど入っとって、それがまたカリカリした感じになって美味しかったですね。次はこれいきたいと思います。ジュールスデストルーパーのスペキュロスクッキースプレッド。もうね、焼かないで今食べてるんですけどね。そう、私ね、前回さ、100枚食べた時に焼いて食べたら、顎が結構使えたことをね、途中で思い出して焼かなくても結構美味しいからいいやと思って焼かずに食べてます。中身はこんな感じです。なんか一緒ですね。こんな感じですね。美味しそう。似てる味なんですけど、最初食べたやつの方が味が濃いかったですね。私はこっちの方が好きかな。こっちも美味しいです。最後の一口いただきます。ごちそうさまでした。こっちの方がね、若干まろやかな感じがしましたね。どっちも同じような味でした。美味しかったです。バターが香ばしくなって、クッキーの風味になって、すごく美味しかったですね。クッキーバターってさ、名前がいいですよね。クッキーのバターですよ。夢って感じですね。私はアマゾンで買いました。ぜひぜひ皆さんも食べてみてはいかがでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったら、グッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。バイバーイ。